杉田雄一、杉田雄一、杉田雄一、1988年9月18日隊は、宮城県仙台市出身の日本の男子プロテニス選手。三菱電機所属。身長175センチメートル、右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ATP ツアーでは、シングルス一勝。ATP ランキング自己最高位は、シングルス36位。 ダブルス363位。日本人で史上3人目の ATP ツアーシングルス優勝者。自己最高世界ランキングは松岡修造の46位を抜いて、日本人歴代に記録である。7歳からテニスを始め、仙台市立町明が丘小学校資材工事の小午で全国大会に出場した。その後仙台市立丁明が丘中学校と進学し、 十 1>, 1時に首都圏へ転校し、ジュニア時代は吉田記念テニス研修センター等で学ぶ、省内高大復興に進学し、2005年のインターハイシングルス優勝。2006年前後オープンジュニア男子シングルスに出場。同年10月1日、三菱電機とプロ契約、直後に開催された世界スーパージュニアテニス選手権大会で、 日本人として94年大会の鈴木隆以来12年振りとなる男子シングルス優勝を決める。また、高校生初のテニス、日本リーグ出場も果たした。2007年度トップアスリート入学試験第一期にて、早稲田大学に進学、同期に福原愛、斉藤優貴らがいた。同年デビスカップ日本代表にも選ばれ、当時最年少勝利を飾る。 大学入学後、一時スランプに陥り、ATP ランキングも1000番台まで落ち込むなど、伸び悩む時期もあったが、2008年6月に、日本で行われたツアー株のフューチャーズ大会で、予選から勝ち上がり優勝ると、そこから、フューチャーズ大会4連続優勝を果たし、年初2007位体だった、シングルスランクを年末には341位まで、大幅にランクアップさせた。 2009年も引き続き、ランキングを伸ばしており、5月には、シングルスランクも200以外に上昇。8月には、シティオープン予選を勝ち上がり、初めて自力での ATP ツアー本戦出場を、果たしたが、1回戦で、ソムデブでバルマンに0から6、6から7のスコアで敗れた。全日本テニス選手権では、初の決勝進出を果たしたが、連覇を狙うソ田ダ強しに敗れ準優勝。 3月の島津、全日本室内テニス選手権大会において、決勝で、マシュウエブデンを4から6、6から4、6から1のフルセットで破り ATP、チャレンジャーツアー初優勝。10月の全日本テニス選手権男子シングルスでは、決勝で、鈴木隆夫を6から1、6から3のストレートで下し大会初優勝を、果たした。 一月のチェーンナイオープンでは予選を勝ち上がって一回戦でダスティン・ブラウンを六から四二から六六から二で破り ATP ワールドツアーでのシングルス初勝利を挙げた。九月に行われたデビスカップのワールドグループプレイオフ対インド戦では初日にシングルスで起用されると相手国エースのソムデブ・デバルマンを六から三六から四七から五のストレートで下し、西コリ・ケ ソエが強しの勝利を合わせ、インドに4-1で勝利し27年ぶりのワールドグループ復帰に貢献した。1月、チェーンナイオープンの予選を突破し本戦出場すると、1回戦では、第8シードのオリビエロクスを6から3、6から4、2回戦では、ロビコクを7から6、6から4で破り自身初の ATP、ワールドツアーベスト8進出を足す。準々決勝では、 第2シードのニコラス・アルーマグロに6から4、6から7、4から6のフルセットで惜しくも敗れた。全日本テニス選手権では、伊藤龍馬を6から4、6から3のストレートで下し2年ぶり2度目の優勝を飾った。2月、デビスカップのアジア・オーセアニアゾーングループ1回戦、インドネシア戦においてシングルスで出場。相手エース格のクリストファー・ルンカットを6から1。 6から3と寄せ付けず勝利を収めた。7月のアメリカニューポートで行われたテニス連動選手権では2回戦に進出。9月の上海チャレンジャーでは決勝で森谷博之を6から3、6から3のストレートで下し、チャレンジャーツアー2勝目を挙げた。6月のウィンブルドン選手権にてグランドスラム18回目の予選出場にして、 初めて予選を突破し本戦出場を果たした。1回戦で第19シードのフェルシアーノ・ロペスに6から7、6から7、6から7のストレートで敗れた。10月にはインドのプネーチャレンジャーで優勝し、チャレンジャーツアー3勝目を挙げた。6月、ウィンブルドン選手権の予選を突破し2年連続で本戦出場したが、1回戦でブラジュカウチッチに6から7、 3から6、6から7で敗れた。その後、7月のテニス連動選手権、コロンビアオープンでは共に2回戦に進出した。9月に、タイのバンコクチャレンジャー、11月に同じくタイのホアヒンチャレンジャーで優勝し、チャレンジャーツアーにおいて、自身初の1シーズンでの複数タイトルを手にした。全豪オープンでは、予選決勝で、デニス・ノビコフに六から四。 4から6、6から3で勝利し、全豪オープン初出場を果たす。本戦1回戦では、第23シードのガエルモンフィスと対戦し、1から6、3から6、2から6で敗れた。2月の京都チャレンジャーでは、第1シードで出場すると、決勝で中国の長卓に勝利し、チャレンジャーツアー6勝目を挙げる。 翌週2月29日付の世界ランキングで99位に浮上しトップ100入りを果たした。6月のゲリー・ウェバー・オープンでは予選決勝で伊藤龍馬をストレートで下し予選突破すると1回戦で世界ランキング63位のテイラー・フリッツに降雨によるサスペンデットを挟みながら76、2から6、6から3のフルセットで勝利し500シリーズでの初勝利を挙げる。 2回戦で前年準優勝者のアンドレアス・セッピに3から6、0から6で敗れた。ウィンブルドンの予選では1回戦では世界ランク708位のマーカス・ウィリスに敗れ、3年連続本戦、出場はならず。7月、ロジャーズカップにおいてマスターズ戦の本戦初出場を果たすが、1回戦でグリゴール・ディミトロフに7から5、6から7、 4から6のフルセットで赤敗した。ディオゴリンでは、基準となる6月6日時点の世界ランキングは106位で、当初出場権がなかったものの、上位者の欠場が相次いだため ITF 推薦枠で逸話初出場を果たした。シングルス1回戦で、アメリカのブライアン・ベーカーに5から7、7から5、6から4で勝利し、2回戦で、第15シードのジルシモンに6から7、 2から6で敗れた。翌週のシンシナティマスターズでは1回戦で、世界ランク27位の若手のアレクサンダーズ・ベレフに、6から7、6から4、6から2で勝利し、マスターズ戦初勝利を挙げる。2回戦で、ニコラ・マユニ6から3、7から5で勝利し、日本人史上4人目のマスターズで2勝挙げた選手となった。3回戦では、 世界ランク6位のミロシュラオニッチに1から6、6から3、3から6で敗れた。大会後の世界ランキングで自己最高の83位になった。全米オープンでは予選2回戦でアレッサンドロ・ジャネッシに3から6、6から3、5から7で敗れた。9月のデビスカップワールドグループプレイオフのウクライナ戦でデビスカップ日本代表に2年半ぶりに勝平れる。 第3試合のダブルスに西堀利と組んで出場。スミルヌフ、スタホフスキー組に6から3、6から0、6から3で勝利し、日本のワールドグループ残留を決めた。3月、第1シードとして出場した、KO チャレンジャー国際テニストーナメントの決勝で、クオンスヌに勝利し、チャレンジャー7勝目を挙げた。新戦のチャレンジャー大会でも、決勝まで進み、 ブラジュカウチッチに勝利して、チャレンジャー通算8勝目を挙げるとともに、トップ100に復帰した。4月のバルセロナオープンでは、予選決勝で敗退するも、第2シードで、出場予定だった西寄りが欠場したことにより、空いた枠に、ラッキールーザーで本戦に出場。1回戦で、元世界ランキング5位のトミーロブレドを6から4、6から3で勝利すると、2回戦で、 第9シードのリシャール・ガスケを4から6、6から3、7から6で逆転勝利、3回戦で第7シードのパブロ・カレーニョ、ブスを6から3、6から3で勝利とシード選手を続けて撃破し、ATP500 の大会で初のベスト8進出を果たした。準々決勝で第4シードのドミニク・ティエムに1から6、2から6で敗れた。大会後のランキングでは、 自己最高の73位を記録する。全仏オープンでは1回戦で、第25シードのスティーブ・ジョンソンに、日没順延を挟んで2日がかりで、フルセットに持ち込むも、3から6、3から 6, から6、7から6、7から6、3から6で敗れた。翌週のイギリスのサービトンチャレンジャーで優勝し、チャレンジャー通算9勝目を挙げ、大会後のランキングで、 自己最高位を64位に更新する。6月下旬から7月初めの本年度から新設されたウィンブルドン選手権の前哨戦、アンタルヤオープンに出場。2回戦で第4シード、元世界ランキング3位のダビド・フェレール、準決勝で元世界ランキング8位のマルコス・バグダティスに勝利し、自身初の ATP ツアー決勝進出。 決勝で同じくツアー初優勝を狙う、アドリアン・マナリのに6から1、7から6で勝利して、ATP ツアー初優勝を果たし、同大会の初代王者に輝いた。また、この優勝は、グラスコートでのツアー大会日本人初優勝であり、かつ史上初のグラスコートサーフェスでの同一、シーンチャレンジャー大会及びツアー大会の優勝を達成することにもなった。 大会後の世界ランキングで44位となり、トップ50位を果たし、松岡が現役時代に記録した世界ランキング最高位の46位を得て、日本人歴代2位の世界ランキングを記録した。翌週のウィンブルドン選手権では1回戦で、地元イギリスのブライダン・クラインと対戦し、7から6、6から3、6から0のストレート勝ちで4大体開発勝利を挙げる。 二回戦でアンタルヤオープンの決勝で対戦した、マナリノに1から6、7から5、6から4、6から7、2から6と、フルセットで敗れた。8月のウエスタンサザンオープンでは、第13シードのジャック・ソック、ジョアン・ソーザを破り2年連続三回戦進出を果たすと、三回戦でカレン・ハチャノフを破りマスターズ戦初ベスト8進出を果たす。 準々決勝で優勝したグリゴール・ディミトロフに敗れた。本戦初出場となった全米オープンは1回戦でジョフィレブランカノーに勝ち全米初勝利を挙げる。2回戦でレオナルド・マイエルに7から6、4から6、3から6、4から6で敗れた。9月のデビスカップワールドグループプレイオフのブラジル戦ではエースとしてシングルス2試合に出場。第1試合で ギリエル・メクレザールに6から2、7から5、7から6で勝利、日本の2勝1敗で迎えた第4試合では、シアゴ・モンテーロに6から3、6から2、6から3で勝利し3勝1敗として、日本のワールドグループ残留を決めた。アジアシーズンでは、生徒オープンでは、ベスト4という成績を残す。ジャパンオープンテニス選手権では2回戦、第1セットで、 第3シードミロシュラオニッチに対し1ゲーム目をブレーク。直後ラオニッチの危険で1から0で勝利し、準々決勝進出。しかし、またしても、マナリノに敗れた。翌週の世界ランキングで自己最高の36位に浮上した。ストックホルムオープンでもベスト8に進出した。この年は、ツアー初勝利、マスターズベスト8を達成する飛躍の年となった。 全豪オープン前哨戦のホップマンカップに17年ぶりの日本代表として大阪直美と出場し、杉田はアメリカ代表戦でジャック・ソックの危険で勝利したが、日本は3連敗でラウンドロビン敗退となった。全豪オープンでは1回戦で世界ランク9位で第8シードのジャック・ソックと再び対戦し、6から1、7から6、5から7、 6から3で前後初勝利、及びトップ10の選手から初めて勝利を挙げた。2回戦でイボカロビッチにフルセットの末敗れた。2月のデビスカップ1回戦のイタリア戦ではエースとして出場し、第2試合でアンドレアス・セッピに勝利するも、第4試合でファビオ・ホニーニにフルセットの末に敗れ、日本は1回戦敗退となった。3月以降は、 初戦敗退が続き、クレーコートシーズンは一勝も上げることができなかった。6月のグラスコートシーズンは、リベマオープンで初戦のニコロズ・バシラシビリに6から3、6から2で勝利し、連敗を10、初戦敗退を9で、ストップさせた。続くゲリー・ウェバーオープンでは2回戦で、世界ランキング7位のドミニク・ティエムに6から2、7から5で勝利し、自身2度目のタイトップ10の勝利を上げた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。